にちは、こんばんは、おはようございます。口癖の塀やかさ、今日は5月1日の牡牛座の新月から5月16日の、サソリ座の満月までの占星術スラ模様を見ていきたいと思います。で、この、5月1日の牡牛座の新月って部分日食も伴うですね。日食月食の近くにドラゴンヘッド、ドラゴンテールがある時っていうのが日食になったり月食になったりするんですけれども、画面の共有しながら説明していきますね。ですけれども、ここにドラゴンヘッドがあるじゃないですか。で、ちょっとドラゴンヘッドと新月までのオーブが、オーブっていうのは角度が、この新月が牡牛座の10度で起こるのに対して、このドラゴンヘッドっていうのが何度であるんだ、22度なので、部分日食ということですね。で、福チーヌは英国式古典占星術っていうのを勉強したんですよ。現代の西洋占星術じゃなくて。で、英国式古典占星術で部分日食っていうのはあんまり良くない、あんまりよろしくない。どういうふうによろしくないかっていうと、月食だと民衆の意識が変わってクーデーターとかが起こりやすく、日食だと社会が変わりやすいということなんですね。なので、この5月1日の牡牛座の新月ってすごく変わり目になってくると思うんです。さらに、この福知犬先生実は AC が自分、 IC が家庭、 DC がパートナー、 MC が社会でやってます。この MC からアセンダントまでの間にしか惑星がないじゃないですか。そしたらもう社会の中で自分をどう折り合いをつけていくか、社会の中で自分のアイデンティティをどう表現するかっていうだけの、集中期間になります。その間に家庭がどうとかパートナーがどうとかっていうのが全く関係なく、自分が社会の中でどうしていきたいのかっていうのがメインのことになります。で、さらに、この 何度か言ってると思うんです。 AC のところから出てきたばっかりの惑星があるとき、これ惑星じゃなくてノードって言ってポイント なんですけれども、ドラゴンヘッドがアセンダントとほぼほぼ出たばっかりじゃないですか。アセンダントが21度で、このドラゴンヘッドが22度という形は、このチャートの中でドラゴンヘッドが一番強いという形になります。ドラゴンヘッドが一番強いっていうと、どういうことかっていうと、皆様は今まで偽りの生活というか、偽りの人生というか、本来やるべきものというか、今世やるべきテーマに取り組んでなかった方々がいらっしゃいます。そういう方たちは、このアセンダントにドラゴンヘッドがからライジングドラゴンヘッドの時っていうのは、今世すべき約束ごとのことをやり出すということです。今世すべきことをしだす。ここにね、 DC にドラゴンヘッドが来てたりすると、なんか今世出会うべき人と出会いますよになりますが、このライジングドラゴンヘッドの場合は、あなた自身が今世本来やるべきことをしだしますよっていうことになるんです。うん。と、あと、今まで10天体巡行中だったのが、ここの冥王星のところに R って文字が入ってるから、冥王星が逆行を開始してるのね。うん。で、冥王星っていうのが、どこで逆行を始めてるのかっていうと、ヤギ座のMC の近く、MC っていうのは社会的役割の到達線で、ヤギ座っていうのも社会的到達線なので、それが冥王星が逆行してるっていうことは、社会の中での自分の役割っていうのがちょっと変わってくるかな。でもそれが福
福知恵の先生術ではよく言ってますが、幸運の三角定規、この青い幸運の三角定規を使っていくといいですよ。で、この赤いね、赤い強作用っていうのは意識しなくてもやってくるので問題ないんですけど、幸運の青い三角定規は自分から取りに行かないとダメですよってなってます。で、この幸運の青い三角定規っていうのは、この社会の役割が変わる、自分が社会の中で何をしていくのかっていうのをもう一度見直す時期、そしてそれが冥王星さんが、三角定規になっているのは、冥王星さんは海王星と木星のコンジャクションと金星と水星。ああそう、あのさ、ここの三角形の頂点が十一室に木星と海王星と金星のコンジャクションなんだね。すごいね。あのさ、あの前回の動画でもお話したと思うけど、魚座に木星と海王星がいて、それがコンジャクションするっていうのは、あの魚座において木星と海王星っていうのは、あの一番いい働きをするのね。なので海王星の勝利いいところだから、自分の私利私欲ではなくて、みんなが良い世界、ウィンウィンの世界を作っていこうっていうのが海王星さんというか魚座さんの勝利なんですけども、それにさらに金星さんが加わってるのね。金星さんってアバンダンスとか恋愛とか美しさなので、この11室を中心に自分が社会的に役割を変えていこうというのと、さらに1室の水星、双子座水星、双子座水星っていうのもさ、双子座のルーラーって水星さんなんですよ。双子座のルーラーの水星ってことは、水星がすごく一番ね、良くなっていく。さらに異質っていうのは、自分のアイデンティティをどうするかっていうので、脳みそがすごく働いて、自分がどう今後どうしたらいいのかっていうのをちゃんと、ちゃんとの朝ごはんじゃないけど、自分が社会の中でどういうふうにやっていけばいいのかっていうのを、双子座なのでコミュニケーションとか、頭の回転の良さとかトーク話術とかで今までとは違った自分を打ち出していける、それを後押しするのは SNS ですね。 SNS で私利私欲とか独占とかじゃなくて、なんかみんなでウィンウィンの関係を築いていきましょうよねとか、この海王星、金星、木星が加わったような、みんなでより良い社会を作っていきましょうねっていうような発信を SNS でしてる人、そして今までの社会的な枠組みから離れて本当の自分ってこんな人なんですよっていうのを SNS で発信できる人っていうのがすごく今世の役割をできてすごくいい感じですね、うん、なので SNS を有効活用することによって新しいアイデンティティの確立っていう感じですね。まとめるとそうですね、11室って SNS なんですよ。 SNS を活用することによって、しかもその発信が私利私欲に満ちたものじゃなくて、ウィンウィンの関係をみんなで築けたらいいですよねっていう中で、自分の社会的枠割りを少し見直して自分の発信をしていくっていうことをしていった人っていうのが、レボリューション、新しい本当に今世すべきことをすることになる。それは家庭もパートナーも関係なく、自分が本来どうしたいかっていうことですね、うんうん、あとこのアセンダントっていうのが牡牛座にありますよね。牡牛座っていうのは物質的なものなんです。お金とか財産とか、そこに
そこで新月が起こり、さらに部分日食が起こるってことは、お金に関することがちょっと変わるかもしれない。さらに天王星さんまでこの新月にコンジャクションちゃんしてちゃってるでしょ。天王星がこのあれですよ、あの新月にもアセンダントにもコンジャクションしちゃってるので、天王星っていうのは破壊じゃなくて、あの革命、破壊と再生の革命の星なんですよ。それが部分日食と天王星と牡牛座っていうキーワードを絡めて考えると、あのお金の価値観がもしかしたらちょっと変わるかもしれませんね。例えばね、今ね、世界的にインフレが進んでいるんですよ。で、そのインフレって日本にいるとあんまり気づかないかもしれないけど、今円安で大変だっていう話は小耳に挟んだことがあると思うんですよ。例えばね、あの一昔前は1ドル300円だったんですよ。それがね、1ドル130円くらいに今なってるでしょう。で、どういう、しかも世界中で物価が上がってる、どういうことかっていうと、あの以前、あのうちのチャンネルでもコラボしたことがある元気さんがハワイに2週間行ってきたんですって。そしたら、このくらいの普通の日本だったら500円くらいで買えるランチボックスが2500円、日本円に換算すると2500円出さないと買えなくて、奥さんと2人でこのくらいのランチボックス2つで5000円もしないとランチが食べられないっていうくらいに、世界中で物価が上昇している、さらに円安になっているってことは相当やばいですよ、日本人の方。あのちょっとあのだから日本今まで、あの、だからじわりじわりと全てのものの物価が上がってくるでしょう。だから円安ってことは、輸入品が日本に入ってくるときに高くなってくる。だから日本ってほぼほぼ輸入で賄ってるでしょ？食べ物にしても、その他の製品にしても。だから日本が円安ってことは、海外から輸入してきたものっていうのが、高くなっちゃう。だから100円ショップなんかもう100円でやってられないみたいな感じになってくるし、あの食品もあの輸入に頼ってる食品なんかはどんどん値上がりしてくるし、だからしかも円安だしっていう形で、あのなんだろう、あのもしかしたらね、もう本当今までうまい棒が10円で買えてたのが、うまい棒1個100円とかになる可能性だってあるってことを心がけてください。そして2019年の頃にもしかしたら、あの預金封鎖があるかもしれないから、とりあえず金買っとけって動画を上げたんですけども、その動画が最近になってまた再生数が上がってきてるんですね。で、福チーヌはあのとりあえず金買っとけとはもう言わないです。あの現生で金買っとくと手入れが大変だし、持っとくのが大変で、今は金のETF があって、 GLD とか GLDM とかっていうのがあるので、あのもしあれだったら現金で持っとくお金がたくさんある方は、あの GLD か GLDM っていう海外の金の ETF に変えといた方がいいかもしれないですね。あと金の積み立てとかありますよね。あの金の積み立て、実際自分のところには金がないんだけど、あの SBI 証券の金積み立てとかで金買ってって、金をあの仮想通貨みたいな形で金を持っとくっていうのがありますから、もしかしたらそれをやっといて資産の一部を金にしとくっていうのもちょっと考えとかないと、あのインフレっていうよりはある日突然なんか物価が倍になっちゃって、日本ってずーっと賃金上がってないんですって、ここ10年くらい。でもずーっとじわりじわりと消費税が上がってたり、あの物価が上がってるので、もう本当あの急に、あの日本って豊かな国ってなってるけど、いきなりもしかしたらあの諸外国、あのいわゆるアジアのあの後進国と言われるところなんかすごい物価安いじゃないですか。そういう国に
されちゃうかもしれないんですよ、アメリカから。ちょっと西洋先生ですと離れた話題になりましたが、はい、じゃあ12、ちょっと途中でトラブルがありましたので、12星座別の12星座別のパラバカディティティキスプラティティティキリドルバスパラティティティキリディルスプラティアバアバディアバディトゥ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 、はい、12星座別の運気運勢を見ていこうと思います。はい、獅子座さんは4室で、太陽が牡羊座のところにいて、新月と天王星とかぶっているので、今家庭にいながらこれからの、変化についてちょっと考えている状態ですかね。で、蟹座さんっていうのは3室にいて、コミュニケーションを通してインフレとか円安とかの話をあちこちから聞くようになって、いやこれからどうなってしまうんだろうねって考えている状態ですかね。で、乙女座さんは5室、趣味とか恋愛をしながら水星さんが1室なので、自分って本当にこういう恋愛が好きだとか、こういう人なんだっていうのを考えています。で、福座さんはもともと1室なので、自分はどうあるべきだ、そして自分はどうしていきたいんだ、今世どうしたいのかっていうのが問われる時期だと思います。で、天秤座さんは6室なので、仕事を通して実際にインフレとか円安とかっていうのを意識している時だと思います。で、大志田さんっていうのはこの新月と部分日食と天王星とドラゴンヘッドがあるので、もうこれからの時代にお金の価値観っていうのが変わっていってしまうということの中で、とりあえずタンス貯金があったら金にしとこうという感じで、もう福地院は2019年にタンス貯金は金にしてしまったので、もう逆さにはたいても何も出てこないんですけれどもねっていう感じで、サソリ座さんは DC にあるので、パートナーと一緒に、火星がどこにいるかっていうと、火星が重視、パートナーと一緒にこれからの世界が皆さんがウィンウィンになる世界になるといいなって考えてるかな。で、牡羊座さんはカイロンさんがまだいるんだね。で、12室なので、牡羊座さんはちょっと家にこもりながら自分の中のトラウマと向き合う時期っていう感じですね。で、射手座さんは7室から8室なので、パートナーと一緒に木星が10室なので、ウィンウィンの関係でみんなが良くなる社会になるといいなって考えてる感じですね。魚座さんはもうね、海王星と木星とさらに金星までいて11室なので、魚座さんのいい部分がすごくすごく出て、みんなにとってウィンウィンの関係になるようなキーパーソンとしてみんなの中で働いている人が多いかもしれません。で、ヤギ座さんは冥王星の逆行が始まっているので、なんか海外旅行の計画とか立ててたけど、もうちょっと考え直さなくちゃいけないなとか、自分の社会でのアイデンティティとか社会の中の立ち位置とかをちょっと考えないといけないなと思ってるかもしれません。で、水亀座さんは、10室でさらに土星がいるんですけれども、水亀座さんにとって土星はルーラーですので、いても悪くないということで10室なので、今社会において水亀座さんはどのような役割をしていくのか、自分はどのような活動をしていくのかっていうのを、このインフレと、円安の中でちょっと自分の立ち位置を考えあぐねている感じですかね。以上です。バイバーイ。